こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は秩父天然水マンガン、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。まあ、この製品すごい昔に飲んで、売ってるところは知ってたんですけども、久々に買いまして、更新してなんだかこう楽しくなってしまっています。久々にこう手に取ったっていうだけでもですね、テンションが上がる私っていうのはよっぽど水が好きなんだなと、こういうふうに改めて思ったりします。こんな感じですね。秩父天然水マンガンは浅間、富士火山からなる山中地湖山中、これちょっとわかんないですね、山中地湖大戦の地下数百メートルにある石英戦力岩の中で長い年月をかけて磨き抜かれたアルカリ冷鉱泉水秩父温泉マンガンの湯と、自然豊かな秩父の天然水で作り上げた名水です。口当たりはほんのりと甘みがあり、すっきりしていて、日本人に不足しがちなアルカリ性ミネラル成分を多く含んでいます。料理、水割りにはもちろん、体に優しい水分補給として最適ですと書いてますね。ちょっとあの漢字の読み間違いとかあるかもしれませんけども、そこら辺ちょっとご容赦いただきたいと思います。難しいんですよね、石英戦力岩とか本当に合ってんのかなとか思っちゃうんですけども、そこら辺の専門用語みたいなやつはですね、間違ってもご容赦いただきたいと思います。こんな感じですね。ですね、採水池が温泉水が秩父郡、温泉水とこれ湧水のブレンドなんですね。販売元がですね、サングリーン株式会社ですね。コードとペーハーは書かれてませんけど、まあミネラル成分は書かれてますので、自分で計算できますから、そこら辺は、計算式にのっとってコードを出してもらえればいいと思います。ですね、この製品は秩父できちんと売られていました。道の駅とかでも売られています。秩父っていうのはですね、地元の水を結構置いてあるところが多くて、私はお気に入りの観光地です。水にとってこんだけ幸せな土地はないんじゃないかと。まあ、この製品に限らずですね、道の駅とかスーパーで置かれていることが多いので、ぜひ秩父に行った時はですね、秩父の水を飲んでもらいたいと思います。興味のある方はぜひどうぞよろしくお願いします。